それじゃあ今回もカプテテフと上を目指すシングルレートをやっていきたいと思います。今回新しく追加したのはマンムーになります。まあ、前々から言われていた電気の一家を切るための枠として採用したっていう感じですね。で、まあ、氷タイプで先制技も持っていて火力もあってという感じで採用しました。持ち物はタスキは相変わらずバックフーンがねタスキ持ちなので、マンムーは直気持ちの AD ほぼ AD ブッパの方になってます。あとバルジーナをトンボ返りを採用しているので性格をちゃんとワンパクにして栄養の個体値を V にしてちゃんとした感じにしてきました。あとガルダのセミタックルを猫魂に変えてきましたね。それくらいかな。あとは前と全く同じになります。じゃあ潜っていこうと思います。まあね、最初は猫魂じゃないわ、先制技ってこのパーティーいらないんじゃないかなと思ってたんですよ、テレフジックなので。なんですが、やっぱ戦ってると欲しくなる場面って結構あったんで採用してきました。ということでよろしくお願いします。お、珍しいポケモンがいますね。スリーパーと、ウソッキー、なかなか初めて見ますね。両方ともレートで当たるのも初めてかな。さあ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 、まあ、カプコゲコがいますね。マンムーは早速出していきたいかな。マンムー悪くないですね、全体的に見てなかなか良さげなのではないでしょうか。ギャラ書きになるので、よいしょ、鉄かぐやかな。バルジア、でもバルジアも悪くないか。そうですね、テテフも悪くないよね。うん、でも微妙ってあるよ。ガイドも悪くはないと思うんだよね。マンムーと、バックフーンはまずいらない。バックフーンはいらないでしょ。それ誰が来るかですよね。マンムーラッシュ。マンムーラッシュってウソッキーから入られるとどうなるんだ。確率取られるかな、ウッドハンマーで。いや、どうなんだろう。まあ一応反動で落とせるんですが、その場合でも。マンムーテレフはいいと思う。かぐやかバルジーナか。いや、バルジかな。バルジでいきます。ウソッキー若干あれですけど、まあ多分バルジでいいと思います。ということでよろしくお願いします。さあ負けられませんね。もうここからはガンガン勝って1900までいきたいので、さあよろしくお願いします。それはスリーパーか。 D は高いので対面としては悪くはないですね。ただスリーパー何してくるかわからないんですよね。なんかすり替えとかしてくるのかな。技構成はこんな感じです。地震、つららばり、つばりで氷の粒手となってます。つららばりはつれら落としと迷ったんですけど、ですね、耳っきに通るっていうことでつららばりですね。つばりはポリゴン2どうしようもない時に押したりとかねするようです。まんまつるバルジーな。そうだな、でも交代エスパーは全部だったらバルジーバックでもいいんだけど、ちょっと何してくるかよくわかんないんですよね。対面悪くはないと思うんですが、とりあえず地震で突っ張ってみます。ギャラバックはありえるかな。さあ通った、地震半分入るんじゃないかな。スリーパービヒワさんの高くなかったと思うのでですよね、半分入る。さあそれから直気が取られますね。さあ高校の尻尾、ああ、そういうことするポケモンなんだ。へえ、はい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 、ここちょっと迷いますね。さあお相手は補助技打てなくなったので、ここ打つとしたら攻撃技だけ。で交代あり得るとしたらバルジーナと、違う、ギャラドスとか、サザンドラへの交代は自信読んで交代することが、可能性としてはあり得ます。それ読むんだったらバルジバックもありかな。相手ここ攻撃しかできないので、直球の効果によってなので、これはバルジでいいんじゃないかな。バルジの投げますね。コケゴバックはないはず。
先輩しいなけども、よし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 、まあ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 、まあ当たったとしてもそんな入ってないですよ、バルジの耐久なんで。さあここはどうするべきか、イカスマで落とすか、コーダ読んで独特トンボ返り打つべきか。スバイザー抜いてるので上から攻撃することになるんですよね。ギャルバックでもイカスマ入る、サザンバックの場合はトンボ返りからデフにつなぎたいところでなんですが、そうですね、とりあえずイカ様打ちますね。イカ様どんだけ入るか、スリーパー A ないんであんま入んないって言ってました。まあ落とせないですよね、さっき言えたまま、半分いかないくらいでしょう。あ全然入んないなさあ D ダウンも引かない、まあこれでイカ様で処理かな。でバルジーナス、じゃあスリーパー捨てから誰を出してくるかですね。そこちょっと読めないかな。じゃあ滑空呼吸いこう。そう、これでフェアリー技も電気技も打てる場面ですね。うちのうちの、マンヌは D にかなり振ってるので、ここ電気はフェアリー技を打たれても2回耐えるんですよね。確かでもここ満面投げますね。マジカルサイン多分2体するはずなんで、ここは満面できます。電気技だったら美味しい、多分マジカルサインでしょうけど、ですね、ここ2体するんで出しました。でここですね、ギャラバック考えるんだったら自信打ちたくないんですよ。タスキのことを考えてとりあえずつららまりを打つという手もありますが、自信見てさっき座ったんですよ。ラスイチガルドってことある？いや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 、一貫しすぎだよね。スリーパーさっき自信打ったじゃないですか、スリーパー対面で引かなかったってことは、ギャラとギャラもサザンもいないっていうこと？いやそれはないと思う。こちらに行きます。あーそれか、あーまあ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 、まあ、そんな悪くないでしょう。あーそれだったらつぶて打っとけばよかったな。つぶてでしたね、これプレミですね。つぶてで押しとけば多分テテテのマジちゃちゃちゃエスパーじゃフェアリー技圏内に入れられたんで、さすがにこれは耐えないでしょう。ちょっとプレミだったかな、交代読みにしてもリスキーだった気がする。フェアリー Z をカプテリフ結構見ますね、意外と数多いのかな。まずいのはエスパー Z を打つサザンドラに交代される、サザンドラがトンボ返りを先行で打つ、逃げられる。でチテフト、いやそれはそれで悪くないのか、エスパー Z の効果される。でそんなトンボ返り打たれても入んないんで、トンボ返り打たれてすかされてもそんな悪くはないはず。いやますますつぶて打っとけばか、余裕だったな。こうマキシマムサイブレーカーできます、ガルドバックの可能性あるね。ズマ居座り、まあ、これ確実に落とせるんで、ね、ラス位置ですね。いやなんだこれ、安いち、やっぱガリドかな。さあマキシマサイプレイからカップ補給を倒せますと、ガリドだったら美味しいかな。サドボールプラスイカサマで多分落ちると思いますね。弱点保険だったらなおのこと美味しい。キャラか、はい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 、ここで
ムーフォか10万かみたいな感じですけども、どっちがいいのかな。メガ進化用だったらムーフォー、しないんだったら10万ボルト、とりあえず安定するのは10万ボルトですね。ムーフォースマッチこの場面されなかったことないんで、あ、しないのか、マジか、これ取ったらよかったかもですね。ああ、初めてされなかったこの場面で、ね、メガ進化ちょっとこの卓に負けたの結構厳しいかもですね。一応バレジ残ってますし、唾液もまあ有り余ってるんで多分大丈夫だと思うんですけどね。ここはまあムーンフォースアンデルいきます。じゃあメガ進化、じゃあ型破り悪天、あ、これはさすがに耐えないですね。お、滝の森じゃなくてアクアテールってなかなか攻撃的ですね。さあバルジーナ、これイカサマとトンボ返りってどっちが入るんですか。イカサマかな、今一つにしてもイカサマですかね。威力が90でこっちタイプ1で打ってるし、相手 A 上がってるし、イカサマ押します。氷の牙多分耐える、 B 管で振ってるね、耐える、ゴツメが入る、イカサマいける、落ちるよね。よし、大体ありがとうございました。あ、ちょっと不安だったけどまあ良かったですね。まあつぶて打ててたら、つぶて打ててたらなとかいろいろ思うところはありましたけども、まあまあ結果的に勝ったんでよしとしましょう。大体ありがとうございました。というところで、まあ新パーティーの、まあ、初陣なんですが、今回はコメント返信が対戦後にありますので、対戦はここで一旦終わりとさせていただきたいと思います。ですので、対戦だけご視聴の方は、本当にお疲れ様でした、ありがとうございました、またよろしければぜひ次回も、見てくださると嬉しく思います。コメント返信も見るという方はぜひぜひ、このまま引き続きご視聴していただければなと思います。じゃあ続いて引き続きに行きたいと思います。どうぞ。それでは、ここからはパーティー紹介ではなくて、コメント返信をねさせていただこうかなと思います。いや皆様パート19でたくさんのコメント本当にねありがとうございました。その中からですね、今画面に表示されてると思うんですが、9つの、質問コメントを抜粋しましたので、それに対してお返事をねしていこうかなと思います。じゃあまず早速ね行きたいと思います。1つ目、新ポケモンの中で使っていないポケモンいると思いますが、この子は使ってみたいなーって思うポケモンとかいますかというコメントですね。ありがとうございます。そうですね、今思いつく中で言うとエンニュートとかすごい使ってみたいですね。特性腐食を生かして毒毒を鋼タイプだったりとか毒タイプに当ててから毒マモをしてね、毒マモとか毒身顔をして身代わりをしてこう黒いヘドロ持って粘るみたいな、まあちょっとなんだろういやらしいと言いますか、そういう型をね使ってみたいかなと思ってます。あとはアンコールとかね金縛りとかそういう技も覚えたりするので、まあ、そういうところね生かして戦って、まあアタッカーとしてもちょっと面白いかなとは思ってますね。まあ一応私は今は爆風雲をこのポケモンのアタッカーとしては使ってるんですけど、それとはまた違う使い心地で使えるなと思ってるので、いつか使いたいかなと思ってます。いつになるか分かんないですけどもね、使いたいポケモンって言われると、まあ、エンニュートかなと思います。あとはあとあのポケモンですね、グソクムシャとかすごい使ってみたいですね。もともと私滅びゲンガーとか結構好きだったんですよね、滅び持ちのゲンガーとかで、脱出ボタンのポケモンに交換してっていう動きをよくしてたんですけど、グソクムシャは、まあ、素手脱出ボタン持ってるみたいなもんなので、まあ、そう考えるとやっぱ相性いいのかなっていうことで、まあ、ゲンガーグソクムシャみたいな
一回やってみたいなと思ってます。まあその時はあれですね、ソーナス解禁してからかな。もともと原画ダンスって結構好きだったんで、まあそのなんだろう、足としてね、そういう原画ダンス武者みたいな感じで使いたいかなと思ってます。わかんないですけども、使いたいポケモンと言われるとそうなりますね。じゃあ2つ目いきたいと思います。テテフ抜きのパーティーとか使ってるんですかっていうコメントですね。ありがとうございます。これ使ってますね。といっても10戦くらいで、15戦くらいだったかな、ですけど、サブロムでね、ちょっと潜ってみたんですけど、いや、やっぱりテテフが恋しくなりましたね、ほんと。いや、なんだろう、テテフいたらなとかね、しょっちゅう思っちゃって。まあ、それでもカプコケコとか使ってるんで十分ね、強いんですけども、やっぱなかなかね、慣れてないポケモン使うと勝てなくて、あんまりうまくいかなかったですね。やっぱね、そういうの経験値が足らないのかなとかね、こう反省しつつ、動画で使うかどうかわかんないですけど、まあ今後も使っていきたいなと思ってますね。テテフ抜きのパーティーも使いたいなと思ってます。今後も使う予定ですね。じゃあ、3つ目、悪事キングさんを使う予定はありますかというコメントですね。ありがとうございます。いやー、今のところはないですねまあなんでかっていうと、まあ、特に今のところはね、悪事キングを使ったこう面白い方っていうのがなかなか思いつかなくて、それでって感じですね。なんか面白いなっていうのが思いついて、これはこういうことをするといいんじゃないかなっていうのができたら使いたいなと思ってるんですけど、まあ厳しいかなまあもしかしたら使うかもしれませんが、今のところはありません。残念ながらね、申し訳ないですけども。じゃあ4つ目いきたいと思います。シドデズナを使う予定はありますかというコメントですね。ありがとうございます。これはありますというか、使ってましたね。単純に今から使う予定があるかって言われると、今のところは一回使ったからないんですけど、過去に使ったことはあります。動画のパートいくつだったかな、14とか32とかそんな感じだったかな多分今私がね、編集の時に字幕で出してくれてると思うんですけど、一度使ったことはありますね。その時は穏やか HD の白デスナ使ってたんですけども、カプコケゴ受けるぞと思って使ったら、草結びで、臆病草結びで角に取られることに気づいてしまって、もう絶望してやめましたねただ白デスナってド忘れは思えるので、対面でド忘れ積んでしまえばね、受け切れるので、まあまあ諦めるのは早い気しますけどね。対応によっては普通にカプコケコも受かるんじゃないかなと思います。まあ今後はないので、まあ、今後の動画で出てくるのはあんまないかなと思います。次使うとしたらまだ一度も使ってないポケモンとかかなと思いますね。じゃあ、5つ目、テテフのメザホノをどう思いますかというコメントですね。ありがとうございます。まあ強いと思いますよ。まあ粘るとしたらメザホノ、メザメルパ、地面、どっちかを厳選するときは粘ってばいいんじゃないかなと思ってます。と言ってもね、私が使ってる今のテテフはメザアクで、もうなんかやる気のかけらも感じられない感じなんですけど感じられない感じって、もなんか日本語下手だな。いやー、まあね、なんでかって言いますとね、私メザ炎を使う予定なかったんですよね。メザ炎を打つ相手っていうと、まあ、ハッサムとか、あとはナットレイとかになると思うんですけど、ハッサムはまあ一応 SPRZ と最近で脅せますし、ナットレに関しては、もともとテテフって気合玉を覚えるので、別に気合玉、2倍の気合玉と4倍の目覚めるパー炎ってダメージ何も変わんないので、まあ気合玉でいいかなということで、気合玉にしたかったなって感じですね。元の火力も高いですし、気合玉の方が。あとは気合玉だったら目覚炎じゃなくて、目覚炎だったらこう見れないヒードラも見ることができるので、そう考えると気合玉の方がいいんじゃないかなとか思って、気合玉採用したくなった感じですね。まあ人によってはね、やっぱ気合玉の命中は信用ならんって人結構多いと思うんで、メザ炎は全然粘っていいと思いますね。あとドランミルンだったらメザメルパー地面ですかね。将来的にあの2体のポケモンは、まあどうなんですかね、環境にこうむちゃくちゃ溢れるかどうかはまだ分かりませんけども、まあ強いポケモンだと思うのでね、対策のために粘るのはいいと思います。今はいらないかなと個人的に思ってますね、今の環境だと。ほんとハッサム貧乏だし、
ハッサムは一応デテフだったら、バレットパンチを封じることができてるので、まあ、十分仕事はしてるんじゃないかなと。あとは、なんか有利なポケモンに交代して、トンボ返りがなければ有利に立ち回れるって感じですかね。あったら交代読んでトンボされたりとかしたあれですけども。なんで、まあ、今は目指すのがいらないかなと思ってますね。将来のためを考えるんだったら、全然いいかなと思います。じゃあ、6つ目ですね。今作のメガガルーラの使い心地どうですかというコメントですね。ありがとうございます。いやー、強いですよ、やっぱり。やっぱね、メガガルーラは強いですね。まあ、メガガルーラの変わった点と言いますと、子供の威力が、半分じゃなくて4分の1になったところですよね。でも、それ以外は特に変わってないんですよ、メガガルーラって。例えばですけど、種族値変わってないですし、追加効果が2回連続で判定あるのも変わってないですし、あんまりね、私的には、まあ、もともとメガガルーラめちゃくちゃ使ってたわけじゃなかったんですけど、あんまりそんな弱くなったなとも感じてないですね。やっぱ耐久がね、高水準のポケモンなので、まあ、大体の攻撃を一発耐えるとかね、そういう強みがありますし、私のパーティーで言うと、アローラベトベトなんかにね、畑を落とすラーメンが石持ちなので、威力低いですし、地震で弱点つけるしね、結構ね、いいんじゃないかなと思って、私は強いかなと思ってます。ギャラでもいいかなってところはあるんですけどね。そんな感じで私は採用してます。個人的には強い、まだまだやれるポケモンだと思ってますね。じゃあ、7つ目。高レート達成した際は育成ブログ記事を書く予定はありますかというコメントですね。ありがとうございます。これはもしかしたら自己満で書くかもしれないです。どこまで行ったら書くかわかんないですけど、一応2000は行ったことないんで、なんか2000行ったらこう満足して、記事をもしかしたら書くかもしれないですね。わかんないですけど、どうやって書けばいいとか、どういう、なんだろう、記事がどういうのがいいのかとか、ちょっと全然そういう、なんだろう、書き方がそもそもわかってないのであれですけども、まあ書きたいかなと思ってます。一応、爆風とかね、CS タスキ爆風とか、エスパージェットカプテデフとか、ちょっと変わったポケモンだと思うので、まあ、そういうところはね、参考になるかなと。使う人がいるかどうかは別ですけどね。まあ、そういう、なんだろう、面白いかわかりませんが、15万で書く可能性は、まあ、泣きにしもあらずって感じですね。じゃあ、8つ目いきたいと思います。カプテデフは自然の怒りを打ってる時がとても可愛いと思うのですが、どうでしょうというコメントですね。ありがとうございます。いやー、わかります。自然のイカで撃ってる時、まあ、今映像多分出してると思うんですけど、バタ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 みたいな感じで、こう、7個みたいなポーズっていうか動きを取るんですよね。ちょっと違ったら申し訳ないんですけど、いやー、あれむちゃくちゃ可愛いんですよ、本当に。私もね、ここは推しポイントですね、カプテデフの。で、もう一つあるんですけど、カプテデフの推しポイントが、カプテデフが状態異常になった時にポケリフレを開いた時のカプテデフの表情というか、まあ、なんか目がうるうるっとしてるんですけど、あれがね、すごいね、可愛いんですよ。このね、まあ、映像を出してる方、編集の私に頼りっきりだけど、まあ、多分出てると思うんですけども、出てなかったら、ぜひぜひね、皆さんもご自分の 3DS で確認していただければなと思うんですけども、非常に可愛らしくて、あれもね、すごい好きなんですよ。カプテデフの推しポイントの一つですね。まあ、どことっても可愛いけどね、カプテデフはね。私は大好きなポケモンなので、ぜひぜひ皆さんもね、まあ、推しポイント見つけてみたらどうですかって、なんだこれ。なんで質問で返してるんだ。まあ、私はそれも可愛いと思います。じゃあ、9つ目いきたいと思います。なぜ爆風との思い出はっていうコメント。まあ、これどういうコメントなの？爆風との思い出はっていうコメントなんですかね。ちょっとなんだろう。どういうことか測りきれなかったところはあるんですけど、多分、爆風との思い出はありますか的なそういうことなんですかね。そういう体でちょっとお答えさせていただくんですけども、いや特にね、あるっちゃあるんですけど、そう、むちゃくちゃあるわけじゃないんですよね。私一番最初に遊んだポケモンが銀なんですよ。ポケットモンスター銀を一番最初にやったんですけど、で、これを聞いて、あ、最初に変な話選んだのかなって思った人いるかもしれないんですが、私が最初に選んだのはワニの子なんですよね。で、ワニの子使ってて、爆風とかはもう当時使ってないくらいだったんですよね。次やった、銀の後に私クリスタル買ったんですけど、
クリスタの時はねチコリートだったんですよ。なんで全然バクーンに触れてなかったんですよね。で当時私一番好きなポケモンがフーリンで、フーリンでこう旅を、フーリン一人旅じゃないですけど、フーリンをね、まあ、メインに据えてこう旅をしてみたりとかね、そういうことをするくらいはフーリンが好きで、まあ、バクーンなんて全然見てなかったんですけど、当時やってたアニメで、なんだったっけあれ、ライコイカズジの伝説でしたっけ。ちょっと知ってる方知ってると思うんですけど、ポケットモンスター、まだ初代の時代ですね、無印のアニメの時代に、浄土地方を冒険してる時に、なんか番外編みたいな、今で言う、なんだろう、最近なったやつだと最強メガ進化みたいな感じのやつですね。が、まあ、あれほどメインのシナリオに関わってくる話ではなかったんですけども、みたいな話がね、やってたんですよ、当時。それがなんかね、すごい好きで。で、それとバクーンの関係なんですけど、そこの主人公、そのアニメの主人公がバクーン使ってたんですよ。で、そのバクーンがね、かっこよくてね、それでバクーン好きになったんですよね。いやー、だから思い出って言われるとそれですね。あれ見てからはね、間違いなくバクーン好きになりましたね。やっぱ、かっこいいなと思って。でも、炎が出てる瞬間がね、なんか炎がこう、背中のなんかあるじゃないですか、そこからボーって出てる時がかっこいいなと思うんで、まあ、今のグラフィックはちょっと物足りないなと思うんですけども、バックフーンとの思い出っていうと、まあ、ライコイカズチの伝説ですね。それの思い出が一番私は強いですというところで、じゃあコメント演出はここでね終わりにしたいなと思います。ほとんど14分くらいコメント演出してる大丈夫かな、まあ、まあ30分以内に動画収まってると思うんですけども、いやー、まあ、ここまでね、ほんと皆さんご視聴ありがとうございました。そして改めてね、ほんと皆様コメントありがとうございました。次回はまた、いつになるかなちょっとわかんないですけど、またコメント返信したいと思います。あ、そうだ、そう。パート前10にやったんですけど、今回21になっちゃったんですけど、またパート30とかでやっていこうかなと思います。せっかくなんでね、なんかこう刻んで、ちょうどいい感じでね、やっていければなと思います。で、また2つ前くらいの動画でコメント募集すると思いますので、ぜひぜひね、興味ある方はそこでコメントをしていただければなと思います。興味ない方はね、しなくても大丈夫ですけども、ぜひぜひね、ある方は何かコメントありましたらよろしくお願いいたします。という感じですかね。これでコメント返信、本当の本当に終わりにしたいなと思います。いや本当にここまで皆様ご視聴お疲れ様でした。そしてありがとうございました。またね、よろしければぜひ次回の動画も見てくださると大変嬉しく思います。それじゃあ、バイバーイ。